千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックのドクターの林です。今回はセレック治療において銀歯をセラミックに変えることのメリットはについてお答えします。銀歯からセラミックに変える最大のメリットはやはり虫歯になりにくいということです。銀歯はもともと歯よりもすごく硬い材料であるため、どうしてもお口の中で長年使っていると歯と銀歯の間に段差や隙間ができます。段差や隙間ができるとそこに虫歯の原因菌が入り込むため、銀歯を入れた後でも虫歯になるリスクがかなり高くなります。治療を行っていると、だいたい銀歯を入れた方は 4,5 年で虫歯になっている可能性がすごくあります。しかしセラミックを使っていると段差や隙間はほぼできないため、虫歯になるリスクは格段と少なくなります。これが最大のメリットとなります。そして金属アレルギーの方も金属を一切使わないため、かぶせ物をしっかりと入れることができます。金属アレルギーの方に金属を使うのはそれはやはり良くないですよね。このように金属からセラミックに変えるメリットはたくさんありますので、わからないことがあればどんどん質問してください。当院の詳細は下の説明文よりホームページをご覧ください。